前回までの玉筋。今日はね、スペシャルゲストが来ます。こっちゃーい。来たー。はい、本日のスペシャルゲストです。そして亀田光輝、内藤大輔、亀田智樹で、これは島津の鉄砲兵。なんか一人で違うやん。一人だけ YouTuber やん。ペッ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 どれがどれかわかんないです。同じ落ち着いてる。えぐいよ、取れる。やばい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 。何これ、なんでなんで取りきらこんな取れんの。え、タモさん、ベリーの量恐ろしいでしょ。やばいよ、これ取れる。そう、だからそれ…この…佐々木、俺らが今乗ってる恐竜はこれベリー取れないの、殴って。いや、取れるよ。おかえり。マミーが来たぞ、これ。おい、おい、クソババア飯出せ。おいクソババア。やば、クソババア。ほんまに変わりますよ。してみろやー、お前。バダン来て、かかってこい。来て。こんばんは。あ、こんばんは。こんばんは。お世話になっております。お世話になっております。あ、こんばんは。いつも楽しく、なんか言ったって。こちらさんのお子さんなんで、いつもゲームさせてもらってます。本当にありがとうございます。本当にありがとうございます。ありがとうございます。今度ね、八つ橋を送るんで、気持ち悪い。ありがとうございます。大きいよ、ほんまに。ほんまに、ほんまだ遊んでやってください。いやいや、ほんま、ありがとうな。はい、かなわんだよ、ほんま。いいよ、かなわんだよ、ほんま。いいよ、まずやな、ほんとに。まあ、よかせよ、ほんとに。びっくりした、ほんまに。かわいらしい声しちゃったな。よかせよ、いい声しちゃったな。あれ、ガツンって言ってました。ええやもう、ババア。いきなり、お前、何々しく挨拶しちゃったやつ。ババア。マジチキンじゃねえか、ただの。タモさん、ん、一個やりたいことがある。どうした？イカダを作ろう。お、いいね。イカダ作るのいいね。めっちゃいいやん。で、拠点行こう。一番いいところ。移動しよう。恐竜乗っけてイカダに。ああ、巨大イカダ。ノアの箱舟みたいな。人ですか？え？誰の箱舟ですかそれ？ノアの箱舟って知らんのかおめえは。ノア。どの運ぶり知らないの。人ですか。車や。車なの。日産だよ。日産の車なの。日産の運ぶりですか。じゃあ日産の運ぶりだよ。ノア、何すかそれ。ノアってあのでかいやつよ。うん、おじいちゃんが SUV ですか。ファミリータイプや。ファミリータイプや。ファミリータイプ。うん、うちのじいちゃん死んだ後売っちまったよ。あれ全然ねで売れなかったよ。ノアだよ、ノア。ああ、箱舟って知らねえんのか、お前は。昔大洪水が起きてみたいな。日本ですか。ああ、そうだ、日本沈没だ。さあ、なぎつよし。いって、ちょっと待ってください。あ、痛い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 。にダメージ入ってますって。痛い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 。もうこいつめちゃめちゃいろいろ全部俺の恐竜がパクった荷物。え、金丸さんすかこれ。いや違うよ。ドライブしてください。またかお前は。え、だってさっき殺すしたじゃないですか。ちょっと止まってくれます。ストップです。誰ですかこれ。え、全然止まってくれない。やだあの人。ストップ。止めろよ自分で。いや止めれないっすわ。いやそれは偏見だよ。いや偏見の言葉知ってますか。ち
それ偏見。玉尾さんは止められないものだという思ってる、お前は。俺は止められない男だと思ってる、はい、そう。ドライブしてください。これどこに今俺トリケラ乗ってんだよ。今トリケラいますよ、乗ってる人。誰は？これトリケラだと思ってんの、お前。これトリケラトプスも知らんのかい。あれこれ何でしたっけ。お前物を…もうほんで…メロモノ…やばいよ、これ。なんて名前でしたっけ。あのね、いろんな知識が欠落してんのよ、この子は。やばい、教えてあげないといけないの。痛い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 、そこに。こっちだよ。え、そうそうぞ、ちゃんと青くなってからこっち行って押すんだよ。押すんですか。うん、青くなってから、カーソル合わせて青くなってから押す。何押すんですか。クリックだよ、マウスだよ。マウスクリックすんだよ。やだわねえ、お前お母さん言うてわよ、めえや。出た。ちょっとあの、はい、あ、トライブ。おい、おい、違うんですよ、違うんだ、お前。違うんすよ、違うんすよ。あ、できた、できた、できた。え、入ったでしょ、これ入れた、入れた。よっしゃ、お願いします。やっとかよ、イカダ作ろうぜ。いたいた、なんで俺狙うね、このクソが。こいつ、こいつ、そういう気はめっちゃ怒っとるやん。僕も怒ってます。どんぐらい怒ってるよ。お？いやもうね、ビッグバンぐらいっすよ。おーい。ビッグバンって宇宙ができた時になったやつですよ。知ってるわ。よ、知ってるやん、メロブド。そうなんですよ。あの理科とかそういう宇宙系好きなんですよ。おー。宇宙好きっすわ。じゃあ行こうか。オッケー。なんか壊れてる。操作頼む。はい、グレシー。やばい、タイタニック、タイタニック。座礁。座礁した、危な。これマジ乗り上げるとやばいからね、マジで。おい、おい、トリケラ。あ、おい、バカ。マップ見たら右、右。右、こっち。うん。すげえ、なんかかっこいいじゃん、かっこいいんじゃない、これ。ちょっと離れるとクジラに船一発で終わらせられるから。え、やば。うん、クジラ離れいるいる、離れるってこと。だからあんまその海を、海側に沖から離れるとか沖に行かないこと。そう、そんくらいを意識して走れば。多分見てればわかるけど、メガロドンとか泳いでるから。あ、出た、メガロドンいんの。うん、あのサメ。クジラテイムできる？クジラはできない。あ、僕ちなみにテイムの意味わかるかい？テイム。テイムというのはね、掴むということです。飼いならす。飼いならすということですね。ありがとうございます。だからテイムですね。なるほど、ありがとうございます。ということでね、まだまだ英語を勉強しなければなりません。カンボジアに行きたいと思います。待って、ほらギガの、ほらサメいるじゃん、ギガの。やばいやばいやばい、ダメですよ、本当に。ダメだよ、ダメだよ、本当ダメだよ。やば。赤、こんな、なんでこんな浜辺の近くにいんの？クジラこの日じゃないからね。やばいやばいやばい。怖いな、ゲームの中でもサメって。怖いわ。あれってあれですよ、水中からヒレ見えてるか怖く見えるらしいですよ。あ、そうなの？知らないですけど。なんやねんお前。トモさん。ん？割り間違えて逆だ。おい、ふざけんなよ。ごめんごめん。てへぺろ。アークってクソでかいんですよ、マップが。あ、そんなにでかい。そう。だから結局は飛ぶ恐竜を使って移動手段。そう、確かに全然進んでないマップで。アホみてえにでけ。見て下にほらいる。あ、あ、あ、イルカ？何あれ？イルカだ。イルカ？え、違う、マグロ？マンタ、マンタみたいなのもいる。あ、本当だ。あ、イクチュウじゃん、イクチュウ。これが確かイクチュウ。イルカのも元のやつ。え、イルカの先祖みたいな？そう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 。すごい。これ泳ぐんすよ。これテイムすると早いよ。へえー。
これじゃあ、これ実際にいたやつなの？実際にいたやつ。うおー、すげえ、アーク勉強になる。マジで恐竜の世界来たみたいや。だから、結構これで恐竜の知識がつく、このゲーム。ここね、言っちゃ悪いけど、景色いいから。景色、今でもいいよ、すごいよ、もうすでに。俺結構画質良さげでやってるけど。もっといいから。